これが政治家として求める胆力、石原さんは震災瓦礫の処理においてクレームが殺到した時にも放射線量を検査した上で問題ではないものを引き受けるんだと、うん、力のある自治体が今助けなくてどうするんだと理由も説明した上で、そういうクレームに対しては黙れというしかないと言って押し切った。うん、まあこれは石原さんのそのキャラクターの強さも作用してのことだけれども、しかしこれが政治家として求める胆力なんだと思うんですね。でそれゆえに今でも私も思い出すけれども、はい、当時の国の求めに応じて、要するに石原さんの部下である東京消防庁のハイパーレスキュー隊に出動を命じて、原子炉の冷却のために放水を続けるということを加令しました。命じました。そして任務を果たして帰任した彼らを迎えて、石原さんは落類することもなく、満行の謝辞を述べました。心からの謝辞を述べましたね。つまりこれが政治指導者とその命じることに対しての任務を完遂すること、それを果たす者との目標なんだと思う。でこのことはさっき言った日本国民にはきちんと伝えれば伝わるんだと信じて政治を進めていく。だから憲法改正でも何でもそうなんだけどね、やっぱりこれまで小手先で波風立てずにっていうようなことを考えすぎてやってきたということが、やっぱり私はそれは国民をスポイルしたと思う。ダメにしたと思う。そうではなくて、やっぱりね、政治指導者がしっかりとそれを伝える。だからここは我慢してくれ、ここは共に戦おう、そういうふうにやってね、国を盛り立てていく。であるならば財務省のみこしに乗ってったらいけないんですよ。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。